プラザディサンティアゴより。キックオフの笛です。ルイコスタシュート、チーマンループシュート、10分過ぎました。スライディング、パウレタ、華麗なドリブル、ここから打つのか、リカルド、シュート、タッチできない、最後のところで崩せない、キャンベル、ルイコスタ、類まれなキープ力、素晴らしいボディバランスですね。折り返す、スコールズ、カプチョ、ベッカム、キャンベル、前半戦終了です。さあ後半戦が始まります。ピッチを優雅に徘徊します。ナイスファイト、スコールズ、セルジオ・コンセイソン、ファーサイドに上げた、ポイント、ジェラード、オーウェン、シュート、スローインです。さあここからどう攻める、足で、ジュに戻しました。ただいまのゴールシーンを振り返ってみましょう。アシュレイコール、バーンビスコールズ、
倒れた。10分です。ドリブルという自己主張、ピッチという名の端末に連々と描いていきます。いいパスが出た。選手交代が行われるのでしょうか。交代した選手はサポーターの声援を受けています。セルジオ・コンセイソン、シュッ、ゴール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 、ピッチという名のカンバスに連々と描いていきます。最後のところで崩せない。ボールが心地よさそうに芝を転がります。シュート、ゴール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 、ダンビリバブルゴール。意地の一発、この時間帯で追いつきました。さあもう一度見てみましょう。オーウェン、彼は本当に同点のまま後半終了、延長戦突入。さあいよいよ延長戦が始まります。まるでボールを持った仮面舞踏会。ここで折り返す、入った、ゴール、ブリリアントゴール。これが勝利を呼び込む一撃だ。終焉を飾るにふさわしい劇的な幕切れ、勝負強さを見せてくれました。